青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。少しずつ春めいてまいりましたが、連日の気温差に体調崩していらっしゃいませんか？婚活料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは。今年は暖冬と言われながらも、やはり冬から春への移り変わりを日々実感しております、女優の佐々木千秋です。はい、春ということで、佐々木さんはね、春になってきたなとか近づいてきたななんていうのはどんな時に感じます？そうですね、布団からすんなりと朝ね出られるようになった時に、あ、春だなって感じます。確かにね、はい、寒いとなかなか出られなかったのがね、出られるようになりますよね、はい、青木さんはいかがですか？私ですね、スーパーでですね、はい、いちごコーナーがだんだん広がってきくるんですよね、はい、いろんな種類が増えてくるので、その時にね、あ、春来たなってスーパーで感じます。さすが青木さん普段ねスーパーよく行くのでね、はい、そうですよね、食材をしっかりと見てらっしゃるっていうところがねよくわかりますけれども、でそれぞれね春を感じる場面っていうのは皆さん違うんじゃないかなと思うんですが、ね、楽しみですよね。これからもっともっと暖かくなっていくのかなというところで、そうですね、はい、皆さんも春をぜひ感じて幸せを感じていただけたらいいかなと思っております、はい、さてですね、始まりました愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、婚活料理カウンセラーの青木由美さんがラジオをお聞きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組となっております。ではまずは今注目の料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために、この番組はじめ婚活料理教室、各種セミナー、取材、執筆など精力的に活動されていらっしゃいます。そして最近では情報番組やドラマ、映画などでアドバイザー、フードコーディネーターとしてもご活躍中です。ありがとうございます、ね、たくさん活躍されてらっしゃいますね。はい、そして今お話しさせていただいております、私佐々木千秋と申します。普段は女優としてドラマや映画などに出演させていただいております。で特に昨年末、青木さんにもフードコーディネーターとしてご協力をいただき、私が主演を務めさせていただきました映画「ラストソングは」という作品が公開準備中となっております。楽しみですね。はい、なので詳細などね決まりましたら、この番組でもご報告をさせていただきたいと思っておりますので、楽しみにお待ちください。またここ市川うらら FM さんでファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。こんな2人で今回も楽しく、そうですね、はい、婚活とか料理とかについてですね、ためになる情報をお伝えしてまいります。それでは今回最初のコーナーは、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。そして残り物を3段活用ということで、1つの食材に対して3つの簡単な料理レシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今回の食材何でしょうか？今回はですね、はい、玉ねぎについての3つのレシピを紹介していきたいと思います。お、玉ねぎ、やっぱりね3月から5月って、玉ねぎがですね、新玉ねぎっていうのが出てきてですね、はい、柔らかくって辛みが少ないんですね、なのでね、生で食べるにもいいんですけれども、ちなみに玉ねぎって冷蔵庫に入れて保存すると、はい、早くね傷んでしまいますので、常温で保存する方がおすすめです。あ、常温で保存、でね、今回3つのレシピはですね、はい、簡単オニオンスープ、オニオンスープ、そして玉ねぎと豚バラのレンジ蒸し、レンジ蒸し、そして玉ねぎたっぷり生姜焼きの3つです。お、生姜焼き、これ玉ねぎって結構料理にたくさん使いますが、まず1つ目、はい、簡単オニオンスープから、はい、玉ねぎ1/2個、はい、バター小さじ1杯、そしてお水とコンソメと塩コショウです。はい、玉ねぎを薄切りにして、はい、次にラップでくるんで、はい、電子レンジ600ワットで3分加熱します。
加熱レンジでチンですね。レンジでチンです。そしてお鍋にバターと玉ねぎを入れて、はい、中火で軽くさっと炒めてですね、はい、お水とコンソメ塩コショウを入れて沸騰したら完成です。うん、簡単。そうなんですこれねレンジで加熱しているので炒めなくても甘みが引き出せるんですね。これねレンジでチン結構使えますね。そうなんですよ、うん、時間短縮できるんですね。取り入れたい。そして2品目、はい、玉ねぎと豚バラのレンジ蒸し、はい、玉ねぎ1個、豚バラ肉約 100g、 そして柚子の皮適量です。柚子の皮で、ね、玉ねぎをまずは半分に切って、はい、3ミリ幅の薄切りにします。はい、豚バラ肉を玉ねぎと大体同じ大きさに切ります。電子レンジ対応皿に、はい、玉ねぎ豚バラ肉っていうのを交互に並べていくんですね。交互に並べていく順番にね。ほうほうほう。で上に柚子の皮を適当に振りかけてもらって、はい、上からラップをして、はい、電子レンジ600ワットで4分加熱をします。これで完成なので、はい、後で、ね、ポン酢とかお塩をかけて召し上がってください。蒸し料理が電子レンジで簡単にできちゃう。切って並べるだけです。これは作りたいな。これねもう本当にね、はい、味付けとか心配なくできる料理ですので、うんはい、見栄えのする料理簡単に出来上がります。そうですね。そしてその次、はい、3品目、玉ねぎたっぷり生姜焼き、うん、玉ねぎ1個、はい、豚バラ肉 150g、はい、醤油、みりん、お酒各大さじ1杯、はい、生姜のすりおろしが1片、はい、ごま油です。ごま油。ほう。玉ねぎを2ミリ幅の薄切りにして、はい、ラップして600ワットで2分間電子レンジ加熱をします。はい、豚バラ肉は適当な大きさに切って、お醤油、みりん、お酒、生姜のすりおろしに3分漬け込みます。はい、フライパンにごま油を入れて中火で玉ねぎを炒めます。はい、お肉を入れてもらって炒めます。うんうんうん。でお肉漬け込んでたじゃないですか、はい、この漬け込んで残ったタレをですね、はい、フライパンに入れてお肉と絡めたら完成です。はい、へえ。これね玉ねぎ少し厚く切った時はもう、うん、電子レンジでね加熱してから炒めると、はい、もっと早く作ることもできるので、はい、あそうなんですね。玉ねぎたっぷりで作ることができます。これね電子レンジ各家庭に ね、ええ、ねあるんじゃないかなというところ、私もね電子レンジよく使うので、あこれはね3品とも電子レンジをこうフルに活用できちゃうのかなって思いますよ ね。かなりね短い時間でささっと作るっていうのでもいいと思いますね。はい、なるほど。生姜焼き、ええ、結構こうごま油のイメージが私はなかったんですね。はい、からちょっとごま油にすることによって味もちょっと変わってきたり、そうですね、香ばしさが出るので、あそうなんだ、じっくりと玉ねぎを炒めるっていうところとかも、ごま油の香りでこうふわっとするところがね、はい、一番のポイントになってきますから、なんか食欲そそりそうですね。そうですねあ玉ねぎこれ結構ねご自宅にある方多いんじゃないかと思うので、まあ、ぜひねちょっと使ってみたい、作ってみたい。いいですね3品でしたね。ぜひぜひお家で試してみてもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さん玉ねぎを使った追加の一品おすすめです。以上冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回は、はい、おすすめフライパンランキングです。おフライパン、そうフライパンってね変えるだけで料理の美味しさが変わるっていうぐらい実は重要な器具なので、はい、今回料理をワンランクアップさせるフライパンについてご紹介していきます。ワンランクアップいいですね。フライパンって基本的に消耗品なので、はい、まあ、毎日使う方であれば2年に1度ぐらいをね、目安に買い替えしていただけるといいかなと思います。はい、じゃあまず早速ね3位から、はい、京セラ株式会社さんのセラフォートフライパン、
20、26、28センチのサイズがあって、はい、26センチだと京セラホームページで税込み5720円です。うーん、京セラさんならではのですね、はい、セラミックが含まれたコーティングで、はい、遠赤外線効果があってじっくり内部まで熱が伝わるので省エネ料理ができるという商品です。あ、省エネ嬉しいな、ね、で、はい、さらにはですね、適度に水分が飛ばされるので、パラパラのチャーハンが出来上がるんですよ。これちょっと嬉しいですよね。嬉しいですね。そして第2位、はい、株式会社タイエージャパンさんのパンポット、はい、20センチ、24センチ、28センチがあって、はい、24センチだとパンポットホームページで税込み4950円の商品です。うーん、こちらは表面のフッ素加工を最高級のものを使って作ってるので、はい、長持ちしますし、フライパンの底も厚く作られてますので、はい、熱が均一に伝わって料理を焦がしにくいフライパンです。あ、嬉しいな、ね、焦がしちゃうってちょっと心配なところありますから ね。さらにですね、はい、カレー粉などの香りの強いものを炒めると香り残っちゃうってあるんですけど、はい、こちらはですね、香りが残らないっていうフライパンなので、ここもおすすめの理由です。すごいですね。そして第1位、はい、錦見鋳造さんの、はい、あの錦見って錦鯉の錦に見ると書くんですけど、はい、こちらの魔法のフライパン、24センチ、26センチ、28センチがあって、はい、まあ、2人分を目安にですね、24センチのサイズだと、はい、錦見鋳造さんのホームページで税込み8800円です。うーん、こちらの商品は型に流し込んで作っているフライパンで、はい、遠赤外線効果があって、はい、お肉焼いた時に美味しく仕上がっていきます。おー、でさらにはですね、はい、鉄で作っているフライパンなので、はい、ものすごい長持ちしてですね、うん、買い替えの心配がないということもおすすめの理由です。長く使えるっていいですよね。ですよね。こちらのね、魔法のフライパン結構ですね、はい、人気みたいで、はい、テレビとかでも取り上げられてて有名になってるんですよ。そうなんですね。またこう、あの鉄というもね、使ってるフライパンってこうちょっと本格的かななんて、そうですね、思ったりもするんですけれども、こう長く使えて愛着も湧いてきそうですよね。確かにそうですね。ずっとね、使ってると愛着って出ますしね。そうですよね。フライパンもね、いろいろな種類がやっぱあるんですね。ですよ。京セラさんなんかも、はい、なんかセラミックの会社さんっていうイメージがね、あの私個人的には持ってたんですけど、あ、確かにこの技術ってフライパンにいいかもって。いや、でもすごいですよね。なんか私も同じで、あの青木さんと同じで、京セラさんって言ったらこうね、あのいろんな部品というか、そういうイメージがすごく強かったんで、あ、フライパンかってちょっと意外な感じはしました。びっくりですよね。すごいおすすめですので、ぜひぜひお手に取ってもらいたいなと思います。はい、ぜひ皆さんね、フライパン、あのお手も実際にね、手に取ってみていただいて、ご自身の使いやすいものを探していただけたらいいかなと。そうですね、はい、思っております。ありがとうございました。以上、ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、このコーナーはぜひものソングということで、何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛。この楽曲を聴けば婚活や恋愛が成就するのではと、私佐々木千秋がセレクトさせていただいた楽曲を紹介し、毎月2回放送ともかけさせていただくコーナーです。今回はスピッツさんの空も飛べるはずという楽曲をね、いいですね、はい、選ばせていただきました。春っていう感じしますね。そうですよね。うん、まあ、ね、ドラマなんかもやってたので、うん、ご覧になられてる方なんかもね、その私たち世代、ね、30代ぐらいの方たちはご覧になってた方多いんじゃないかなと思うんですが、うん、まあ、春というところももちろんあるんですけれども、まあ、春っていうとね、まあ、別れの季節、出会いの季節あるのかなっていうところもありまして、まあ、ちょっと懐かしい気持ちになってほしいなっていうのが一つ、うんうん、でもう一つ、まあ、その学生時代にこう恋愛したなっていう、この心っていうんですかね、あるじゃないですか、青春したっていう、なかなかこう恋がちょっとできにくいななんて最近思ってらっしゃる方とかね、もしいらっしゃったら、ちょっとこう恋愛してたあの頃
思い出してみるっていうのもいいのかななんてね思いまして、確かに、はい、私自身が、まあね、青春を感じられる楽曲ということで今回はね、うん、選ばせていただきました。いい曲ですね。はい、改めまして今お聴きの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されてらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスをしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いいたします。今回ですね、ご紹介していくのは、はい、旦那様に料理を美味しいって言ってもらいたいと悩んでいた女性のお話です。当時36歳だった女性は、はい、旦那様とね小さなお子さんがいるから、はい、毎日料理をしていたんですけれども、旦那さんがですね、はい、全く反応してくれなくって、美味しいって聞いてもですね、はい、美味しいんじゃないっていうクエスチョンマークで返ってきたんですね。そうするとやっぱり彼女もですね、はい、毎日悔しい思いをしてたそうなんですね。でまだお子さんが小さいので、はい、育児の合間に全ての家事を一人で全部やるのも大変で、せめて美味しいとかありがとうって言ってもらいたいのに、クエスチョンマークで美味しいんじゃないって返ってくるのって嫌になっちゃったっていうんですね。まあね、わかりますよ ね。でそこで彼女はですね、もうそんなに味がわからないんだったら、はい、買ってきたお惣菜並べてもいいのではと思ってですね、お料理をボイコットして、買ってきたお惣菜を毎日並べてみたそうなんですよ。すごい。びっくりですよね。びっくりですね。でそのままね、約1ヶ月間、はい、料理をボイコットして、で旦那様にですね、はい、美味しい、なんか変わったことに気がつかないって聞いたところ、はい、旦那様から料理が美味しくなったって言われてしまって、ショックを受けてですね、それはショックだな、子供のためにも料理しっかり学ぼうって、私が主催する愛され飯のレッスンに参加されました。へー、そうなんですね。で確かにね、家事も育児も全部一人でやってたら大変なの で、はい、頑張って作ったお料理に対して何も言ってもらえなかったり、まあ、買ってきたお惣菜並べて美味しいって言われたらショックですよね。そうですよ、まあ、お惣菜ね、買ってきたものってね、美味しいですし、もともと外食続きだった男性の場合には、食べ慣れているあのお惣菜って美味しいって感じることもあるんですね。はい、でレッスンに来た当初の彼女のお料理を私も実際にね味見させてもらったところ、はい、結構薄味だったんですよ。多分彼女の作るお料理、旦那様にとってもかなり薄味と感じたかもしれないんですね。あ、なるほど。そこで彼女には3つのことをやってもらいました。はい、まずはレッスンでしっかり料理の基礎を学んでもらうこと、はい、次に少しだけ味付けをしっかり、うん、あのつけてもらうこと、そして美味しいって聞くのではなくって、はい、今日は少し濃いめに味付けてみたんだけどどうっていうようにですね、美味しい以外の聞き方をしてもらうこと。なるほど。この3つを実践してもらったところ、はい、旦那様から絶賛してもらえるようになって、料理も楽しくなってきたそうなんですね。で人間の味覚って5歳までに決まると言われてるんですね。はい、で人それぞれ美味しいと思う味付けって違いますし、美味しいっていう聞き方って答えがイエスかノーになってしまうじゃないですか。確かに。なのでどう思うというような聞き方で相手がどう思ってるのかを話してもらうことによって、はい、次にどうしたらいいのかっていうヒントが出てきたりとか、はい、会話が広がったりしますので、不満解消ができるかもしれないんですね。なるほど。もうね、頑張っているからね、お礼言ってほしいとか、おいしいっていう言葉言ってほしいって待ってしまう気持ちもわかるんですよ。わかります。すごくわかります、ね。はい、頑張ったしって思うんですよ。そうなんですけど、待ってるだけではなくて、はい、まあ、自分からね、聞いてみたり伝え方を変えるっていうことも時と場合によっては必要なんですよね。なるほどね。私がねいつもお伝えしてるように、はい、料理もコミュニケーションなんですよ。
いや本当に、もうまさにそうだなと思うんですけど、まあ、由美さんあの本とかあと、まあ愛され飯協会のホームページとかにもね料理やコミュニケーションということね、おっしゃってますけれども、はい、本当にその通りだなと思いました。そうですね、ただね、はい、お腹満たすだけではなく、やっぱりねちょっとした考え方工夫によって大きくねあの夫婦関係変わったりですとか、はい、自分がね自信がついたりいろんなところが変わっていきますので大切なんですよね。いやもうね本当にそういう風な悩みもしかしたら持ってらっしゃる方いらっしゃいましたらね、ぜひねあの由美さんの本そして愛され飯協会のホームページもねご覧になっていただけるといいかなと思っておりますよ。はい、いやでもねちゃんとこう何ですかねあの悩みというかなんでだったんだろうっていうのが解決に向かって良かったですね。そうですね、やっぱりねお料理ボイコットっていうのもびっくりでしたけれどもなかなかやりますね。いやでも素敵なことだと思います。ちょっとした工夫でね、はい、お子さんにも美味しい料理食べてもらって、旦那さんにも大喜びしてもらってっていうのはね、とてもいいサポートできたなと思いました。あ、いいお話をありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今回のエピソード参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方はぜひ愛され飯協会で検索をしてみてください。以上ラジオで婚活のコーナーでした。皆さんもうエンディングの時間でございます。今お聞きいただいております婚活料理番組愛され召し上がれは毎月第2第4火曜夕方6時からお送りいたしております。ぜひ皆さん次回もお聞きいただければと思います。由美さん今回の放送を振り返られていかがですか。いややっぱりね、はい、もうだんだん春めいてきて、ね、風も ねちょっと変わってきたりとか、そうですよ ね街歩いてても明るいお洋服とかがねどんどんね広がってきてますので、そうなんですよ、気になっちゃいますよね。そうですね、ついついなんか あの服とかちょっと花柄で素敵だななんていうのね、わかります、ね、ついついねピンクとかも増えてきてません。わかります、ね、春だなって感じますよね。そうなんですよ、どうしても ね春ということでピンクのお洋服ばっかり手に取っちゃってあれ全身ピンクになっちゃうんじゃないだろうかって思っちゃう時がたまにありますよね。確かにそうですね、ファッションもね楽しみたいですよね。いや今回もね、はい、もうちょっと春テーマに盛りだくさんの内容をお届けしてきましたけれども、はい、まあ、私は青木由美の SNS、インスタ、フェイスブックなどでもいろんなコーナーでピックアップさせていただいたお料理の画像なんかもアップしておりますので、ぜひチェックいただければなと思います。はい、よろしくお願いいたします。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思いますので宛先お伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。お待ちしてます。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様愛され召し上がれ。